アニアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今回はアニアの1週間コーデを組んでみました。このトーンだけで1週間分コーデを組んでみたので、皆さんぜひ見てください。それではどうぞ。ではトップスはピンクラテのパーカーの黒で、この下は GU のレザーのプリントスカートです。このコーデは結構辛口めに仕上げました。そしてゴールブラックのコーデなので、子供っぽくならないように口紅を濃い色でまとめました。そしてフードをかぶって、ね、より大人っぽく辛口めな、かっこいいクールな感じにポージングもしてみました。バイバイ。でボトムはセシルバクビーのスカートです。この服はこのトップスのレースがガーリーらしさとか大人っぽさを出している大人ガーリーコーデになってます。これはちょっと上品シックな感じのお出かけコーデです。結構可愛らしさとちょっと辛口っていうか、そんな感じでシックに仕上げました。そしてカチューシャも合わせました。はい、アニアのモノクロコーデでした。H&M で、このビスキャはブルカンです。そしてこのスカートは GU のレザープリーツスカートです。これはちょっとクールめな感じにしました。イヤリングもこういう鎖みたいな感じでよりクールらしさを出しました。小物類とかもこだわってやるとよりいいです。ベルトもして引き締まって見えます。あとこのシマシマがポイントです。このコーデはこんな感じでした。ではこんな感じです。結構ガーリーめのコーデとなっています。トップスはアンクルーズで、ボトムはアンミールです。このボトムはマーメイド型のロングスカートで、すごくスタイルアップの効果があってすごく可愛いです。そしてトップスなんですけど、ここがレースになっていて、ガーリーらしさもあって、ここのレースとカチューシャのレース、そしてイヤリングもレースにして合わせました。全部アクセサリーも服に合わせてガーリーなモノクロコーデにしました。このコーデはガーリーめのコーデでした。はい、今回のコーデはこんな感じです。結構ガーリーめのコーデなんですけど、パンツで動きやすさを出しました。お出かけコーデです。そしてトップスはパークイーストで、ボトムはドライモノです。ベレー帽は H&M で、可愛いパールのイヤリングは GU です。この上のリボンとこのパンツの黒を合わせて、ひらひらがすごくガーリーで可愛いです。そしてこのベレー帽も白ですごく可愛い感じとなっております。アニアのモノクロコーデでした。仕上げました。トップスは H&M のトップスで、スカートは GU のスカートです。そしてこのバッグはウメテンポです。上の白はここにゴールドのキラキラがついていて、なのでこのゴールドに合わせて、これもチェーンがゴールドとなっております。そしてイヤリングもゴールドとこの白で合わせました。ちょっとガーリーらしさもあるけど大人っぽく、このタイトなスカートで仕上げました。なのでお出かけにぴったりなモノトーンコーデとなっております。このコーデはこれで終わりです。
ではこんな感じです。はい、このアウターは GU で、この中のトップスはパークイーストで、このパンツはスピーガーです。はい、このコーデはですね、まずこのアウターがメンズサイズのアウターで、このミニのズボンを履くことによってスタイルアップ効果があります。そしてこのニハイのやつもつけるとすごくスタイルアップ効果があって可愛いです。中もこのリボンがワンポイントとしてすごくいいです。このイヤリングもすごく可愛いので合わせました。ここに襟があるので、あとここもモヤモヤしてるので髪の毛を上げてスッキリさせました。これはスタイルアップ効果があるモノトーンコーデです。はい、以上です。このモノトーンコーデは終わりです。はい、アリアの1週間コーデでした。モノトーンの白黒だけでもいろんな系統にできるので、ぜひアリアの1週間コーデ参考にしてみてください。そして白黒はすごくスタイルが引き締まったり見えるので、白黒でいろいろなコーデも編んでみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。